こんばんは、原純ザレディオ、92回ですね、いよいよ明日に迫りました。まあ1年半ぶりの、ソウルダイナーライブですね。生きていればその日は必ず来るもんだなと、まさにね痛感しています。正直言いますと、もうライブなんて二度とできないだろうなと、去年のね夏倒れて意識が戻った頃はそんなことばっかりね考えてました。まあやる気もそんなに湧いてなかったですし、何せその体調のね不良、これでそのライブどころではないという精神状態だったんですけども、まあそれが徐々にね回復してきまして、そして去年の12月からねまたウィークエンドに再び通うようになって、そして、今年の2月でしたかね、3月だったかな、6月の2日に、ソウルダイナさんでまたライブをやらせていただくという計画をね、立てました。まだその時はもう 4,5 ヶ月あったもんですからね、だいぶ先の話だなって言ってね、あんまり現実的じゃなかったんですけども、それがなんやかんや言ってるうちについに明日になってしまいました。今日はそんなようなね思いを、込めていただいたお便りをいくつかねいただいておりますんでね、まあそのお便りを紹介しながら、進めていこうと思うんですが、その前に、例の、原純ザベストねアルバムがねついに完成してきました。なかなかね、洒落て、なかなかいいですよ、ねここでねちょっとねジャケットだけねお見せしようかと思いますね。明日持って行って、即売をしようと思ってますんでね、明日ソウルダイナにお越しいただく皆さんは、そして買っていただける皆さんは、まあ、それを手に取って見ていただけるんだけど、まあ、名古屋のお客さんとかね明日ソウルダイナには行けないよという方は、とりあえずまだその仮にアルバムが欲しいとしてもね、ちょっと手に入るのに時間がかかるもんですから、まあジャケット、表裏ね、そんなんだけですけれども、ちょっとね見ていただきたいと思います。まずこれがですね、ブッとして写ってますけれども、これがジャケットの表面ですね。そして、続いてこれが裏面、それで中表紙を開きますと、まあ原純ザベストに寄せてというような、僕のちょっとした文章がついてますね。これはまあ手に取っていただいてからゆっくりね読んでいただければいいと思うんですけども、まあとにかく、ジャケット表面そして裏面ね、こんな感じのね、これも前回のオニマンズと同じで紙ジャケットです。今ね、まあ紙ジャケットっていうのは流行りのようで、もうプラスチックのケースっていうのはあんまりないようですね。紙のジャケットで、そして貞松亜美さんとおっしゃるデザイナーの方にデザインをしていただきました。この方は前回のオニマンズでもデザインをしていただいていますね。とっても素敵なねデザインのねジャケットに仕上がりました。まあそんなことでね、ざっと軽く、ちょっとだけジャケットを見ていただきましたけど、まあ明日お越しいただく方で、お買い上げいただける方はお家でねじっくり見て聞いてね、楽しんでくださいね。そんなことで、本日ラジオ92回、原純ザレディオ始まります。それではですね、まずね最初のお便りというか、これはまあちょっとメールなんですけれども、飯島敦史さん、ロハスくるみ谷ね前紹介いたしました。その、飯島敦史さんから、ちょっとしたお便りをいただきました。原純様、待望の復活ライブいよいよ来週末ですね。予定通り行かせていただきます。まあ京丹後市って、まあ、ちょっと正直言うとどこにあるのか分かんないんですけど、いかにももう遠いところからね、お越しいただけるそうで本当にね恐縮です。ところで、原さんはアルコールは飲めますか？もうガンガン飲めますよ。もっかドクターストップでしょうか？いえいえ、全然ドクターストップはかかってません。飲めそうならば、私が作っているドブロク人生楽寺、一本お持ちしたく思っています。いや、そんなね、
飯島さんが作って見える密造酒ということじゃないですよね、まあ、あのお酒を作って見えるみたいで、それを一本ねお持ちいただくか、もしくは禁酒中でしたら、これの原料米、無農薬無肥料の、コシヒカリ、かっこもちろん私が作っているものを持っていきたいと思います。いやもうそんなあのどぶろくにしてもね、お米にしてもそんな貴重で重いものをね、あのもう本当にね手ぶらでお越しください。もう来ていただくだけでね恐縮してしまうので、そんなねお土産まで持ってきていただくわけにいきませんのでね、もう本当にくれぐれもね手ぶらで、くれぐれも気をつけてね、お越しくださいね、気合い入れすぎで練習などご無理なさらぬように、ロハスくるみ谷オーナー飯島敦史さんから、まあ、こんなようなお便りをいただきました。それでね改めてねまたちょっとね、このロハスくるみ谷っていうのをねご紹介してみたいと思うんですけども、京都府最北端、丹後半島中央部、丹後天の橋立大江山というのかな、大江山国定公園内の、山村くるみ谷、くるみ谷という村があるんですね、携帯電話も満足につながらない、谷間の集落、でもここには本当の豊かさがあると考えたオーナーは、都会での暮らしを引き払い古民家を再生して田舎体験の宿を開きました。これがロハスくるみ谷というところなんでしょうね、週末のひととき、都会の雑踏から抜け出しゆっくりと流れる時間に浸れる、私の田舎が欲しい、当館はそんなあなたと、ロハス、このロハスというのは健康で持続可能な暮らし方という意味らしいんですけれども、ロハスをキーワードに、考え合い語り合える大人の隠れ家ですということらしいですね。そして、先ほどどぶろくを持ってってあげようかとおっしゃっていただいたんですけれども、この人生楽寺というのはですね、現代中国の、芸術家十氏に数えられる水墨画家大須光画伯の代表作の一つがこの人生楽寺というこの絵なんですね、そこには一日の労働を終え水辺の屋台で酒を酌み交わし語り合う風景が生き生きと描かれています。豊かな食、うまい酒、飲んで語り合えば人生楽しい、大画伯に、了承をいただき人生楽寺と命名しました。あ、この大画伯に直接、了承をいただいてということなんですね。この、飯島さんのお作りになったどぶろくの名前を、大画伯に了承をいただき人生楽寺と、命名しましたということのようですね、そして2010年6月30日、京丹後市が内閣府よりどぶろく特区に認定されました。これを受け、当館とグループを組んだ、3県の、宿共同でどぶろくを製品化し、2011年6月より、お客様への提供を始めました。なるほど、どぶろく特区。だからまあ普通はお酒っていうのは許可なしでは作ってはいけない。まあ作ってもいいかもしれないけど、その販売したりしてはいけないというようなものなんでしょうかね。これが、内閣府よりどぶろく特区に認定されましたと、そして、2011年6月よりお客様への提供を始めました。その後、くるみ谷の、無農薬米と天然水にこだわっての、ステップアップを目指して、独自に、酒造免許を取得、あ、そうなんだ、酒造免許を取ったんですね、そして、くるみ谷のどぶろく人生楽寺として2014年2月に製品化しました。すごいじゃないですか、もうメーカーさんになったってことなんですね、どぶろく濁り酒は蒸した米に米麹や酵母などを加え発酵させただけのお酒、平安時代以前から米で作る、どぶろくのことをだくらうと呼んでいたのが、なまってどぶろくの呼び名になったと言われていますと。なるほど、
そして生のどぶろくは生きた酵母や未発酵の米に含まれている成分が飲んだ後も胃の中でふつふつと発酵し続けるような独特の酔い心地が味わえると言われています。なるほど、そうやって言われてみると飲んでみたくなりますね。まあでもね、そんなあの貴重で、そしてきっと重いものだと思いますね。あのもうくれぐれもね、手ぶらでねお越しください飯島さんね、本当にねありがとうございました。あのまあ明日はあのくれぐれもお気をつけてねお越しくださいね、本当にありがとうございました。ロハスクルミダニオーナー飯島篤さんの、お手紙でしたね。それではね、続いて、またちょっと、お便りのご紹介したいと思います。続きましてはですね、チカチンちゃんからね、またお手紙をいただいてます。ラジオ92、チカチンちゃんのお手紙、こんにちは。今日も蒸し暑いですね。ラジオでお便り読んでくださってありがとうございました。早苗さんがお亡くなりになってもう4年なんですね。純くんの中の早苗さんはあの頃のままお年を取らないのね。ちょっと羨ましいような点々点、過去早苗さんに叱られちゃうかな。純くんが早苗さんのところへ行きかけた時、追い返してくれて本当によかった。まだまだ早いもんね。そうですね、去年の7月15日倒れて、そのママサナちゃんのところへね、飛んでくと思われてましたね、病院関係の方にはね。まあそれが追い返してくれてね、本当良かったですね。まだまだ早いもんね。カズミンさんのオカリナとっても素敵で癒されました。ジュン君の大好きな曲なんですね。そして、夜のニュースは西城秀樹さんばかり。ふっと初めてアクエリアスのコンサートに行った時、ヤングマンを歌ったよなって思い出していました。あのアクエリアスでヤングマンをやってたんですね。そう言われてみりゃなんとなくね、なんかちょっと思い出すような気もします。まあ、アクエリアスは帰省曲っていうのはほとんど、まあでも僕のマリーとかもありましたからね、まあちょこちょこはやってたんでしょうね。そういえばヤングマンをやったような気もなんとなくしてきましたですね。ヤングマンを歌ったよなと思い出していました。前回のお便りの補足をさせてください。動物愛護法改正の成立はかなり難しい状況らしいです。あ、そうなんだ。ネット署名と用紙署名合わせてかなりの数が集まりました。大きな民意を示したにもかかわらず、法改正されないとなると、日本の未来はどうなってしまうんでしょうね。モヤモヤが残るような結果にはなってほしくないですね。まあそうですね、この前も言いましたけれども、まあ立身出世、ばかりを多分考えてるだろう議員さんの耳にはね、なかなか届きにくい、まあ届いても振り向いてくれそうもない議題というか話題かもしれないですね。モヤモヤが残るような結果にはなってほしくないですね。先ほどchange.org から浅田美代子さんが中心になって行う集会に世良正則さんも参加されるってメールが来てましたね。世良さんが動物愛護に関心があったなんて知らなかった。21日の月曜日、急に行きたくなったけどちょっと無理でした。21日にその集会があって、ここに世良さんがやってくるということなんでしょうかね。多くの芸能人の方が声を上げてくださるといいんだけどなと、書いてあります。そして何か動きがあったらまた連絡させてもらいますね。いつもありがとうございます。こちらこそね、ちかちんちゃんありがとうございます。まあ貴重なこういう情報をね、教えていただいてね、ありがとうございます。僕ももちろん動物虐待ね、それからラジオを聞いてくださってる皆さんも動物虐待、これにはもう大反対だと思います。ただなかなかそれを具体的にね、行動に示すとか署名をするとかっていうのはなかなかちょっとできなくてね、
ちかちんちゃんがこうやって情報を提供してくれるのでね、ちょっとでもね、まあ、お近づきにね、なれるなという感じはありますね。本当にね、ありがとうございました。また、ことの成り行きをね、教えてくださいね。ありがとうございました。ちかちんちゃんからのお便りでした。それではね、ここでちょっと一曲聴いていただきたいんですけども、リレーションズというアルバムから、最後の手紙。そばにいて欲しかった、いつまでもあなた、叶わないことだと分かっていたけど、書きかけの手紙は出さずに捨てたよ。伝えたい気づきもしなかった、あなたのいる幸せ、幾千も言葉を尽くしても足りない、尽きることのない悔いと悲しみ、最後の手紙という曲を聴いていただきました。それではね、また続きましてお便りを紹介したいと思います。ラジオ92回 N443 さんからのお便りです。またやります、そう締めくくった2016年のライブから1年半。そうですか、僕は1年半前のあのソウルダイナーさんのね、12月3日でしたっけね、そのライブの一番最後、またやりますと言ってステージを降りてったみたいですね。またやります、そう締めくくった2016年のライブから1年半
とうとうこの日がやってきます。不安と期待と喜びが混在していますが、何はともあれ、純君に会えます。会いたい。何言っとるかわからん、矢印が書いてありますけれども、当たり前に純君のライブがあって、当たり前に純君の音楽がそばにあると思ってた。それがそうではない状況になり、改めて純君音楽の底力を知った1年半でもあったそうですか。ラジオも一から聞き直しましたよ。そうか、僕が音信不通になってた間はラジオ何もなかったですもんね。まあ、宮島君に頼んで文字でね、ちょっとブログを書いていただいたりはしてましたけれども、ごちゃごちゃ言うのはやめます。いや、このライブが終わってからにします。終わったらごちゃごちゃ言いますよ。思いの丈を綴らせてもらいますから覚悟を。奇跡の逆転ホームラン的な、ライブ、花なんてなくていい、ありのままの、原潤 100% が見たいのです。なんてプレッシャーかけましたか。でも本当に頑張らなくていいです。ステージで倒れられても困りますから。ありがとうありがとう。明日会いに行きます。あ、そうそう、ベストアルバム当日発売ですね。どんな仕上がりになっているのか、私のリクエスト曲入っているのか、ジャケットはと、めちゃくちゃ楽しみです。ということでね、 N4433 からの、お便りをご紹介しました。確かにそうですね、僕2016年最後のライブ、まさかその12月3日、ライブを終えて年を越して2月の、8日だったかな、脊柱管狭窄の手術に、挑みました。挑んだっていうか、まあ挑んだのは先生なんですけども、やっていただきましてね、それでその手術だけで終わる予定だったのが、なんだか手術はまあとりあえずは無事に終わったんですけれども、その後、頭になんか変なものができちゃってね、ずる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 っとね、なし崩し的というか、もう再起できないような状況にね、なったと言われていました。ところがまあ、これが奇跡を呼んだんでしょうかね。だからその当時はさっきも言いましたように、そのライブをやるなんて、ライブのラの字、アルバムのあの字もなかったですね。とにかくもう僕はこれで死ぬんだとね、死ぬことばっかり考えてました。それが、まあ放射線だの化学療法だのの効果が出たんでしょうかね。ちょっとずつ、戻ってきて、そして去年の12月からウィークエンドでまた練習をね再開しました。まあ、その頃からですかね、ライブがちょっとずつ見えてきてね、まあ、半年先ならいいだろうということで、確か1月にね、決めたと思いますね。でそれでまあ発表したのが2月か3月ぐらいですかね。それがもう本当にね、まさに明日に迫ってきましたね。ちゃんとできるんだろうかっていう心配ももちろんありますしね。まあそれはもうもちろん皆さんも僕以上にそう心配なさってると思うんですけれども、できるところまで頑張るつもりですね。明日お越しいただく皆さんは、楽しみにね、お越しくださいね。N4433 ありがとうございました。ではここでですね、何回か前からやっています僕のアルバムを遡ってね、すべてご紹介して YouTube をね、ブログに載っけとくというようなことをやっています。その企画にね、今日も行きたいと思います。前回ギターマン2の1から確か6までね、かけたと思います。なんで今回はギターマン2の、7から12までをね、ご紹介したいと思います。それでは本日1曲目、ギターマン2の7曲目ですね、Life is richer and music is sweeter because of you。 これは前にもちょっとお話したと思うんですけど、弟がアメリカで結婚しましてね、その、まあ、結婚相手と知り合ったのが、タンゴの教室ね、タンゴで、お互い生徒同士だったのが、まあ、まあ見初め合ってというか、まあ、知り合ってね、恋愛して、まあ、最終的に結婚して、そして最終的に別れたんですけども、その時に、まあ、タンゴの曲をね、まあ、僕が書いてプレゼントしようとね、そして
披露宴でこのタンゴの曲で、2人が踊る、それを出席者の人に見ていただくということでね、タンゴのオリジナル曲を作りました。これが、Life is Richer、 人生は豊かで、そして音楽は甘い、それは君がいるからというタイトルですね。それでは聴いてください、もう長いから言いませんけど、タンゴの曲です。どうぞ。Life is richer and music is sweeter because of you を聴いていただいています。あのタンゴっていうとタン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 という風なタンゴを、まあ、一般的には思い浮かべられるかもしれないんですけども、これはそういう明確なタンゴのリズムではないですね。まあ、本当のタンゴっていうのが何か僕はよく分かんないんですけれども、あの確かにこうあんまりそういうチャン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 というはっきりしたリズムのない、今聴いていただいているような感じの曲も、タンゴとして、たくさんあるようですね。僕はあのこれを作るにあたって、まあ、タンゴの曲を何曲かね、聴きました。前にもちょっと言いましたけれども、セント・オブ・ウーマンというアルパチーノさん主演の、盲目の退役軍人の、映画、この中で使われているタンゴの有名な曲があるんですけども、それもタイトルがねなんかややこしいタイトルでね、ちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ、その曲にヒントを得てね、この曲を作りましたね。それでは、次行ってみたいと思います。8曲目、これはね大道芸人という曲ですね。フグラールと言います。これも、それからその前の曲、タンゴの曲もそうなんですけども、エレガットガットギターのエレキギター版という、ギターを使っていますね。ただあのこの大道芸人はね、エレガットではなくて、多分本当の、ガットギターを使ってんじゃないかなと思うんですけれどもね、やっぱり本当のガットギターっていうのはエレキを弾く僕にとっては非常に弾きにくいギターです。ネックが太短くてね、で僕はそんなギタリストって言えるような指が長くないんですよ。なんかずんぐりむっくりした指でね、それでガットギターね、クラシックギターですね、これは非常に抑えにくくてね、弾きにくいんですけれどもね、頑張ってね弾いていますね。それでは、大道芸人を聴いてください。どうぞ。
大道芸人を聞いていただいています。どうですか、こういうのもね一風変わってていいですよね。僕の音楽っていうのは現代の楽器もうそれもごちゃ混ぜにして、ドラムがあればエレキギターも入ってるしブラスもあるしストリングスもあるしもう何でもありでねやってきたのが僕の音楽だったんですけども、この大道芸人というのはもう本当にアコースティックの、サウンド、ガットギターの響き、とまあシンプルな楽器構成でねやってます。まあたまにはこういうのもいいかなと思ってね、作りました。まあブラスとかは入ってますけれどもまあなるべくシンプルな形でね、やってみたいなと思ってね作った曲ですね。大道芸人という曲を聴いていただきました。続いて美しきこの世界、これはじゃあとりあえず聴いてください。美しきこの世界。美しきこの世界を聴いていただいています。これもねプラネタリウムの番組のテーマ曲ですね。プラネタリウムの番組のタイトルがどういうタイトルだったかちょっと忘れちゃったんですけども、この曲は美しきこの世界というふうにね、決めました。非常に軽やかなねリズムで、軽いタッチのねギター、あんまりギャンギャン弾くんじゃなくて、エレキギターではありますけれども軽いタッチのね、爽やかな感じの曲ですね。僕の曲にしてみたら珍しいと思います。アルバムの最後っていうのは静かに締めくくりたいなということで、例えば小舟に揺られてだとか星になった弦だとかそういうようなしっとりとした感じでね、終わる、そういう時以外っていうのは大体感情のね起伏の激しい曲であったり、分かりやすいメロディーであったりね、そういったような曲が多かったんですけども、こういう、ちょっと平凡な感じのね、曲っていうのは僕にとって珍しいんですけれども、たまにはいいかなと思ってね、やってみました。美しきこの世界を聴いていただきました。続いて、オールドホームという曲です。これはですね、僕の大好きだったレイ・チャールズさんね、この人のね、楽曲で、ジョージア・オン・マイ・マインドっていうね、曲があります。そこからね、ヒントを得て作った曲なんですけれども、オールド・ホームっていうのは、古い、ふるさとっていうようなね、そんなような意味だったと思いますね。では、オールド・ホームを聴いてください。
ドホームを聴いていただいています。しみじみ聴くとなかなかいい曲ですね。この企画をやりだしてから僕はよく言ってるんですけども、こんなに、じっくりとかつてのね制作物を、じっくり聴くなんてことはほとんどなかったんですけれども、これは15年ぐらい前ですかね、僕が今抱えている病気の病の字もなかった頃ね、本当にね五体満足で、元気にやってた頃の、曲ですね。オールドホームを聴いていただきました。僕のオールドホームっていうのは武田のことです。これはね武田っていうと非常に日本的なね、ところですよ。もう日本の典型的な田舎です。だからこんないわゆるアメリカのね南部とかジョージア州のね農村風景だったり、そんなのとはもう全くかけ離れた場所なんですけれども、音楽は自由だということでね、こういう風な曲にしましたね。オールドホームを聴いていただきました。さあそれではですね、次の曲、これはもう、典型的な、サンタナの楽曲によった音楽ですね。タワーオブパワーっていうブラスセクションの、バンドがあります。その、タワーオブパワーのブラスセクションとサンタナバンドが、コラボして、作ったアルバムがあるんです。これなんてアルバムだったか忘れちゃいましたけども、その中に、こういう感じの、ね、曲が入ってますね。僕はギターマンのアルバムを作るにあたって、そんな無尽蔵にオリジナルが出てくるわけじゃなくて、やっぱりその都度、何かヒントをね、どっかからもらいながらね、例えばプラネの番組のテーマ曲だったり、ちょうどこの頃ねブラスセクションとコラボしたアルバムっていうのもずいぶん前に出たんですけども、たまたまこのギターマン2を作る時にそのアルバムをまた引っ張り出してきてね、多分聞いたんでしょうね。バンドクルーザー、バンドクルーザーという曲を聴いていただいています。これもね前にラジオで言ったことがあるんですけれども、トヨタの、車でランドクルーザーというのがありますね。これは大地の、クルーザーという意味なんでしょうけども、僕はバンドがまるでクルーザーのようにね波を蹴立ててね、走っていくようなそんな姿をね、連想してねこの曲を作りました。バンドクルーザーを聴いていただきました。それではギターマン2の、最後の曲ですね。祈りという曲です。
祈りという曲を聴いていただいています。この祈りというのは、先ほどかけました、大道芸人8曲目の大道芸人と言ってみればシリーズになって、作った曲です。まあ、曲は8曲目と最後の曲12曲目というふうに離れてますけれども、このお父さんと、少年大道芸人の親子、大道芸をしながら、転々としてね、生きていくわけです。そして、お母さんに、一度でいいから会いたいなと言って祈りを捧げるという、シーンでこのアルバムの最後の曲として締めくくっています。祈りを聴いていただきました。これで、ギターマン2がね、12曲まで、終わりましたね。次は、ギターマン3、キャラバンという、アルバムタイトルのギターマン3を、やってみたいと思いますね。それでは、ここからいつものレギュラーのコーナー行ってみたいと思います。ラジオ92回ユーニャの部屋。とうとう本当にここまで来ました。金曜日にラジオはアップしますとのことでしたから、明日、とうとう明日になりましたね。本当によくここまでたどり着いてくださいました。あんまり振り返りたくはなかったけど、思えば去年の今頃は…点点点。そうですね、去年の今頃は、何してたかな。僕頭がだんだんおかしくなってきて、どっかでわけのわかんない行動をしたり言動をしたりね、そんなことをしてた時期でしたね。思えば去年の今頃は…点点点。一昨年の12月に岐阜でのライブを終わられ、去年2月に受けられた脊柱管狭窄の手術は半年の安静とのことでしたが、回復は順調で、9月7日の名古屋でのライブに向け着々と準備をされていた頃。そうなんですよ、この頃はね、脊柱管狭窄の手術が終わって、リハビリもある程度できて、先生からもお墨付きをもらってね、よし、じゃあこの秋にね、名古屋のまたスペードボックスさんでねライブをやりたいと思ってね、それを計画してた時でしたね。9月7日の名古屋でのライブに向け着々と準備をされていた頃、ただなんとなく体のどこかがおかしいと言われるようになったのもこの頃。そうなんですよね。そしてあちこちの検査などを受けられても、なかなか診断が出ず、とうとう7月15日倒れられ、救急搬送され、新たな病気と戦う日々となられて、今こうやって振り返ってその頃の皆さんのコメントを読んでいると、その時の思いが溢れてやはり涙が止まらなくなります。なるほど、そうですか。確かにそうですね。当時僕は意識がなくてただ寝てただけなんですけれども、だから携帯もいじれないし、病院内は携帯禁止だったし、連絡を取る術もなくてね、皆さんは一体どうなっちゃったんだろうと思ってね、いろんなコメントをくださってたようですよね。その頃の皆さんのコメントを読んでいると、その時の思いが溢れてやはり、涙が止まらなくなります。あの時はまさかこんな日が来るシナリオは想像もつきませんでした。そうですね、さっきも言いましたけども、あの当時というのは、明日のことなんかね、とてもじゃないけども想像できなかったですね。毎日1週間1ヶ月がとてつもなく長かった。泣いて祈ってを繰り返し、信じて戻ってきてくださることだけをただひたすら信じて心の底から待っていました。ありがとうございました。本当にね、ご迷惑をかけました。例えば願えば叶うものです。願いは届くものです。それを証明したような今日今日です。まだまだやっていただかなきゃいけないことは山ほどあるのです。その再始動の明日を迎えることができること、何に感謝していいのか分かりませんが、この私の人生において最高の贈り物です。そうですか、ありがとうございますね。そんな風に言っていただけるとね、僕も
まあ明日、なんとかね頑張ってやれることを、まあ本当の意味でね喜びと感じることができますね。これ誰も何にも言わなかったら、待ってなかったらね、そんなライブをやろうっていう気にもならないですし、そんなにね力も入らないですよ。ユーニャさんはじめ皆さんがねこうやって待っててくれる、その力が本当に大きいですね。この力なしで僕はあの明日ステージには立つことはできなかったと思いますね。この私の人生において最高の贈り物です。明日は大いに喜び感謝し、悲しみの涙から喜びの涙をこぼしましょう。ラジオ92ユーニャの部屋でした。そして、このお便りはここで一旦終わってるんですけれども、この後にね、ここからはユーニャの独り言なので…と、書いてありますが、気がつくとユーニャの部屋もう4年も書いてますね。本当にいろいろなことが起こり、いいことも悪いことも全部受け入れて、前向きに考え前に進んでいかなきゃと、純くんを見ていて思います。臆病だった私が、それがだんだんと怖くなくなり、楽しんでしまうような、感覚が、体に身についてきたような気がします。人生をたらふく味わいたいと思えるようになってきました。人生は夢だらけなのです、と書いてありますね。まあユーニャさんのね、あのユーニャの部屋、これも4年間続いてるんですかね。本当にその4年間の中の、去年の、半年分ぐらいは空白のね、時間ができちゃいましたね。まあ誠にね、申し訳なかったですね。まあでもこれで、どうなんだろう、まあ症状も収まってきてライブも回を重ねることができればね、まだ、あと何年かはやれるかなというふうに思いますね。そんなことでね、明日はあの思いっきりね頑張ってやりますのでね、皆さん応援よろしくお願いします。本当にねありがとうございました。明日頑張りますね。そんなことでユーニャの部屋でした。それではね、最後に、この曲を聴いていただいて終わりにしたいと思います。二人のパラダイス、と思ったんですけど、ここに来てですね、駆け込みで、お便りがね2通ほど来ました。まずその、1通目ね、タンタンさんよりねお便りいただきました。ラジオ92、タンタンさんよりのお便りです。じゅんくん、いよいよ明日ですね。じゅんくんが再びステージに立つことをどれだけ待ち望んだか分かりません。本当にこの日が来るなんて夢のようです。本当に本当にありがとう。最後のライブから1年半、きっとじゅんくんの人生において一番壮絶な時間だったと想像できます。そうですね、今思い返してみると、まあ、62年の中で一番壮絶でしたね。いろんなことがありました。まあそれもあの体の不具合ね、病気に関することばっかりでね、もう絶望的な半年間でした。そしてそれを乗り越えられ帰ってきてくれることを素直に喜びたい。明日は今のじゅんくんを思いっきり表現してくださいね。まあ頑張りますね。きっと涙涙になると思いますが、しっかりとこの目に、この心に焼き付けたいと思います。明日お会いできるのを楽しみにしています。タンタンさんよりいただきました。まあ今日なんかはあのタンタンさん多分お仕事だと思うんですけれども、きっと職場からね、こっそりこんな、お便りを打ってくれたんだと思います。本当にね、ありがとうございました。この思いはねしっかり伝わっていますね。明日頑張りますんでね、まああのあまり期待しないでね、軽い気持ちでお越しくださいね。本当ありがとうございました。タンタンさんよりのお便りでした。そしてねもう一通ねいただいたのが、これがなんとね、Facebook というものです。僕は Facebook っていうのは全然やってなくて、ですからそういうものがあるというのは知ってましたけれども、本当に Facebook なんていうのはもう無縁のものだったんですけれども、ある方がですね、じゅんくんのことが、載ってるよって言って、その Facebook のねページをね、送ってくれました。これですね。でこれを読んでみますと、なんと近藤直也さんが、投稿をシェアしましたと書いてあります。つまり直也さんが、投稿してくれたんですね。
でね、これを読んでみます、毎日2ステージ分を空いてるスタジオで練習してます、退院直後は指も声もおぼつかなかったのだが、ここ3ヶ月は指の動き、声の張りが元には戻らないが、原潤ワールドは堪能できると思います。4ヶ月ぐらい前に練習が終わって、ちょっと疲れたようなので、玄関まで送ったら失神して倒れた。その時はこのコンサートは無理かと思ったが、潤の気力はすごいです。指を動かす、声を出す、病気の回復にすごい影響があるようです。頑張れ潤とね、直哉さんがこんな、コメントをね、Facebook に載せてくれたようです。直哉さんとはもう本当に古い付き合いでね、アクエリアスの頃からね、ですからもう40年以上前ですね、知り合って、そしてまあ一時僕は自分の会社をやってる時は、まあウィークエンドスタジオには随分ご無沙汰してたんですけれども、まあそれを閉めてね、まあ行くとこがなくなって、またウィークエンドでね、じゃあ来いよって言ってくれて、自由にねやらせてもらってます。本当にねありがたいことです。でまあ直哉さんがこんな風に僕のことを見ててくれたなんてっていうのは今初めて知りました。これを読んでね、こういうことを僕、直哉さん言わない人だと思ってたんですけど、こんな風にね見ててくれたっていうのはもう本当に嬉しい限りですね。直哉さん本当ありがとうございました。明日はね頑張ってやってきますね。またご報告しますんでね、お待ちくださいね。本当ありがとうございました。ということで、最後の曲、二人のパラダイスを聴いていただいて、今日のラジオ92回を終わりにしたいと思います。それでは、明日お越しいただける皆さん、くれぐれもお気をつけてお越しください。ではありがとうございました。さよなら。Satisfaction